はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 え」さあ、えー、私が最近ですね急にたくさん聴きたくなって聴いているグループ皆さんご存知イコールラブでございますけれども、えー、先日もですね「手遅れコーション」という、えー、曲の、えー、なんですかあれ YouTube のライブ映像を抜粋した映像 ちょなんか日本語合ってるかなを見させていただきまして、えー、また野口伊織さんのですね歌声憑依的な、えー、憑依というのは、ね、こうな何かがこう乗り移った的な歌い回しを見て、まあ、皆さんにおすすめいめ頂いて。 おーっとななたわけけんですけどもその「手遅れコーション」の動画に対して皆さんがまたコメントをたくさんね、えー、くれまして私がイコールラボどういうふうにこれからこう見ていったらいいかというねいろんなアイデアも送っていただきまして皆さん改めてありがとうございます。でその中にです、ね、いくつか またこう曲を紹介していただいた方がいらっしゃいましてちょっと読んでいきましょうね、えー「麦わら帽子の君か」と読むのかな「君に香る」というふうに書いてますね「えー、記憶のどこかで」ですね、えー、がおすすめですと公式にありますと「ファーストテイクに出した野口由りちゃん、えー、諸橋さんなちゃん」ですよねはいの、えー、ダブルセンターの曲ですと歌唱力を感じ取れる一曲だと思いますと教えてくれてますもう一個これはね この字何でしょうあ、こう。考えるっていう字にちょっと違う。じゃあ、高橋さんだね。佐竹高橋さんって読むかな、これは。はい、ありがとうございます。コメント。イコラブ・ザ・ファースト・テイクの3人で、あの子コンプレックスのカップリング曲で知らんけどという曲もあるんですね。もう公式ミュージックビデオが出てるので、ぜひ聴いてくださいと。いいですよとおすすめしていただいた次に、私はデビュー曲シングルのカップリング曲の記憶のどこかでが一番のお気に入りですと。 もちろん公式ミュージックビデオがありますということで教えていただいてます。ありがとうございます。さらに,に、ひらがな4文字。レイハルさん。え、いらないツインテール。え、斎藤な久ささん。斎藤何。なん、じはい。あとで調べますね。さんがセンター。そして、記憶のどこかで野口よりさん。もらわしさなさん。センターのライブ映像もおすすめです。ぜひ。と書いてくれてます。もう一個だけいきましょう。ひらがな4文字。しげさんです。コメントありがとうございます。えー、どこから書いてるかな。 えこれだ「イコラブ」の公式に載ってるライブフルバージョンは少ないですがと「えー、次は記憶のどこかでを見てほしいです」と「ファーストテイク」の野口さんと村橋さんがダブルセンターで、うん、こちらも歌の上手さと曲のかっこよさを感じてもらえると思いますが他のメンバーのソロ特に「 大場さんっていうのかないや、山本さんを見てほしいですと。大場さんはボイトリアレッスンを重ね、急成長したメンバーの一人だと思います。山本さんは特徴のある可愛らしい声、可愛らしい声の方何人かいらっしゃいますよね。声をうまく、えー、操っており、かっこいい曲にアクセントを与えていると思います。よろしくお願いします。というふうに書いてくれております。えー、ちょっとね、そのしげさんのね、コメントの今読んだところ前にね、えー 野口由里さんについてね「発声法なのか喉の筋肉なのか最近はよく喉を痛めてるようです」と「なるほど」「西郷さんにアドバイスをしていただければ、うん、それを本人が見てるかもしれませんしいやいやいやまたそれを見た視聴者が野口さんに伝えてくれるかもしれませんので可能でしたらお願いします」とはいこれは何かあれかなアドバイスってことですかね いやもうそんな恐れ多すぎて私がまだアドバイスなんかねあのできるほどたくさん聞かせても頂い,いておりませんしまあね言ったところで私なんかのとは思いますけどちょっとこれはあの今すぐねお答えはもちろんできませんが、えー、これからたくさんきっとイコールラブの楽曲を、えー、皆さんの歌声を聴いていくことになると思いますので、えー、そうした時にね、えー、まあ野口さんの歌声について聞きながらもしなんか思うことが、まあ、あればですけど またちょっと、ね、お知らせしていけたらまあいいかなまあ思うままにお話をいつもしてますので喉、えー、をよく痛めてしまううん、うん、ですねまあこれはちょっとほんと詳しくはちょっとわからないんですけどそうだちょっと余談ですけど見てくださいじゃん <laughs> 急に <laughs> これ買ったんですよ私えー、<laughs> イコールラブ全部内緒というアルバムね本気でしょ <laughs> 私。 なとね、だこの間あの手遅れ交渉見た時のこのライブが全部内緒っていうツアーだったじゃないですかこれねでそのタイトルのアルバムがあったからちょっと買っちゃいましたええ今あのスマートフォンに入れて移動中に聴き始めておりますのではいちょっとした業務連絡 <laughs> 業務じゃないけどさあそれではですね、えー、先ほどから言っているようにバン今もう出してあります YouTube イコールラブの YouTube 公式 記憶のどこかでというねこの楽曲のライブ映像を今から見させていただきたいと思うんですけども「f r o m 4ス4スじゃないフォース4年目のねアニバーサリープレミアムコンサートライブバージョンフルというこのね公式の動画がありますので今からこれを見させていただきたいと思うんですが先ほどコメントで書いていただいたね「えー、どの子が」えー 大場さんでどの子が山本さんか、まあ、毎度毎度言ってますけど調べろよと言われたらそうなんですけども分かっておりませんけれども今、えー、何の前情報もなしに前情報というか一回も見てないのでねこれから初見で思うままにお話をしていきますので「あこの子の方かわいい」って言った方がたまたま先ほどしげ、えー、さんが言ってくれた山本さんだったらいいなっていうぐらいな感じです。<laughs> すま適当ででもイコールラブの楽曲歌声見たいというのはもう間違いない気持ちなので今から見てみたいと思いますそれではイコールラブの記憶のどこかでライブバージョン見てみましょう再生ポン !4 分20秒ちょっと音量も曲げてテテテテテテテンオレンジライトが見えて誰かの手がこう降りてきてテテテテテン 記憶のどこかで、ね、かっこいい入り口もかっこいいあなたへの記憶思い出すうわあものすごいキャッチーだねこのカップリング曲と言ってましたけどタレレレかっこいいもう頭からちょっと掴まれますよこの楽器のキャッチーさにタカタチャーかっこいいギターこれ場所であるたて なんて好きわあ、木の発音かっこいいね。いいよ、最後のでのお着地も。わあ、綺麗なハモリ。えそいわあ、ハモリ安定してる黒い衣装の子。またにしゅうまい、うまい、いい声タタタ夏。かわいい声。この子がもしかしてかわいいよ、声。 負けと、後ろの真ん中。動けない、暗いと、近づく影、香る変わらぬ匂い。いい声通ってるね。キスをしたら何かが変わるの。今日かっこいいな。たまらまら、てたらたらてたうん。ちょっとこう懐かしい、昔の J-POP みたいなね。 いい、いい香りがしますよ。ただだ、私たし、どれでも、構わない。これは、うわいいね笑わないで、うまい表現力が素晴らしい。気役<分>、お<う>愛してーリズム難しかったね、今曲の終わり。たでたらだ、たがたタたたん、ギターかっこいい。かけじゃない、柔らかい声の子出てきた。 見たくなる「キャナヒカキだったのき」目大きいねこの子の「ヒガネイタス」まあ柔らかい声聞きやすいですねすごく「何も忘れてた思い出はよみがえるのね私」わ,わやっぱり声の安定感すごいねこの今歌ってる子ね「て私」 自分のモードライでメロディーのたどり方うまい。スイ,スイスイスー、夢見てたの。柔らかい声だな、この、このチーム。今ここ歌ってるチーム。ミステイク、過去も、今も、すべて幻想よ。うわぁ。うわぁ、このサビいいな。これ好きだな、私、このメロディー。タドダダダラダダないほどに。ダドダダ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 ダ

さあ向かって左のチームがくるっと回って今度右側にライトが行ってまた踊るうわ踊りもなんかキビキビしてんねんさあ真ん中にみんな集まってきたダ、うわ高い音の「うん」も高いけど難しい「あーあらたらうわーこの声のまたと「うわこの黒い子は誰ですか?うわ」「また回らへん」うわすごい あれかけど私笑わないでためらうわ契約の中で愛してうわいや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 ちょっとまた皆さんに質問になっちゃいますけど今後半で最後歌ってた向かって右の黒い洋服洋服 <laughs> 黒い洋服のこの子は 何ちゃんなんでしょうねもうすみませんいつも聞いてばっかですけどいやこのこの声の通り安定感そしてね途中でこの子って今で、ね、実は分数を覚えてたんですけど1分48ぐらいからちょっと今再生してますここ私笑わないでうんこの黒いね衣装の子とを今最後の4分2秒 2> えーこれ同じ子ですよね うん、しうわ最後のさまあそのね隣の白い衣装の子も非常に安定感あるんですけど私は今これ聞いてて向かって右側の黒い子最後ね黒い子っていうか黒い衣装の子ダーンってその私踊りませんけどあの動きの最後決めの時にももうなんて言うんだろうねその曲の中の気持ちでバーンと表情が決まってるから。 いやすごいあの声の響きもよければこれでもねダブルセンターで野口さんと諸橋さんって書いてあるねで2択ですよどっちかの野口さんか諸橋さんの、えー、黒い衣装の方ですで私はファーストテイクで見てるでしょ2人ともいましたよねでもさやっぱりねあのご存知な方もいらっしゃるかもしれないですけど年齢が重なってくるとね 本当にあの顔わかんんないんですよ <laughs> でも今私は今回のこの「記憶のどこかで」という動画を見てこの黒い衣装の向かって右の子はちょっと顔と声があのもうインプットされたと思います多分。うん、だからこの子がもうお手数ですけど。 野口さんな分か,諸橋さんなのか別れよって話でしょきっと。なんですけどでもちょっと皆さんに教えてもらった方がすごいなんていうの,あの信じられるでしょ自分の目で顔写真とか見てこの子かなより多分皆さん教えていただいた方がいいので毎度毎度イコールラブのファンの皆さん本当にえお手数かけて申し訳ないですけどもこの最後とかさっきの1分50秒ぐらいで歌っている言葉の なんていうかね、言い方も「えあらへあららら,ら」ってこうねただ「たあたあららら」っていかずに「えあら,らら」なんていうんですか表現力をうまく使ってそして声の響きもめちゃくちゃいいああいやすばらしいほんにあの本当大げさじゃなくてねすごく聞いててあの楽しいです私は一人一人いろんな声質の子がいますけど「あこの子いい声」 この子は柔らかい声この子は可愛い声って言いながらあの本当にみんながあの歌唱力が安定してるのでいろんな声が出てきて面白いなでこれで、まあ、例えばね何人かあまりお上手じゃないかなみたいな人がいたりするとね見ながらちょっと「お惜しい」ってなっちゃうんですけどいやいろんな、えー、特徴のいい声の人たちがいっぱいこう順番に歌われるので早くねこのアルバムもだから聴き込んで えーまあ、誰がどこかっていうのは分からないと思うんですけどあでもこのフレーズを歌ってる子でその後こういう映像を見ていくと「あこの子がこの子の顔か」って分かってくると思いますので毎度言ってますけどもその、えー、全く知らない人がだんだん覚えていく様ごとですね皆さんに見ていただけたらというふうに思っておりますので、えー、ちょっと皆さんお手数をおかけしますけれども是非、はいえー、さっきの前の2人きっと、えー、野口さんと諸橋さんなんでしょうけれども。 黒い衣装の子がどっちな皆さんこうねあのコメント重なってしまうと思いますけども何回言っていただいても何回か言っていただいた方が多分飲み込みやすいと思いますのでちょっとその辺すいませんがよろしくお願いしたいと思いますということで今回皆さんにご紹介いただきました「えー、記憶のどこかで」という楽曲ライブバージョンを見させていただきまして非常にまた楽しく見させていただきました皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。